聖カシギは、千鳥目聖カシギ科に分類される鳥類の一種。足が非常に長く、背が高いのが特徴。ヨーロッパ、アフリカ、アジア南部を中心に広く分布する。日本では、旅鳥、または流鳥。かつて名鳥として稀に記録される程度であった。1975年に愛知県の干拓地で初めて、日本国内での繁殖が確認された。 埋め立て地が増えた1978年以降に、東京湾、伊勢湾、三河湾周辺でも繁殖が確認され、流暢として定住するようになった。現在は各地で生息が確認されており、東京湾付近の千葉県奈良市の,市の谷津干潟などでは、周年観察されている。2007年に、葛西臨海公園や町園で3例の繁殖が確認されている。 2009年6月に沖の選ぶ島で一例の繁殖が確認されている。体長は約37センチメートル。翼体長は約70センチメートル。足の長さは付け根から指先まで約25センチメートル。足は赤または桃色で、翼は灰色。首筋から腹部にかけては白色。爪楊枝のようにまっすぐに、細長いくちばしは黒色。 交際は赤色で、地味な鳥が多いシギ類の中でも目立つ体色で、外観は得意。夏はでは、頭頂部から後頭部にかけてが黒くなり、冬和では白、または灰色になる。オスは、背面が光沢を帯びた黒色。メスは、背面が褐色がかり、頭部は少々灰色がかる。幼鳥は、上面が褐色で、頭部に褐色斑があり、羽根園が白い。 若鳥は成長のメスに似ているが風切り葉に褐色味があり足の色がより淡い。頭部の灰色の黒模様は個体差が大きい。冬には灰色が夏よりも薄くなり、足は夏の赤色から桃色になる。翼は羽黒く、初列風切り派が10枚、次列風切り派が15から18枚、三列風切り派が6枚、お派は12枚。 細長い足をまっすぐに伸ばして飛行する。学名は、革紐のような足の鳥を意味する。和名は、足が長くて、背が高いことに由来する。英名のブラック、ウィングドスティルトは、黒い翼と細くて、長い足であることにちなんだ、竹馬を意味する。湿地、干潟、故障、川口、水田などに生息する。繁殖期は、つがいで生活し、縄張りを持つ。 批判食器は小さな群れで生活し、つがいを中心とした家族が集まって群れを形成する可能性がある。食性は動物食。長い足で水辺を歩き回り、くちばしを水中に斜めに差し込み、昆虫、エビやカニなどの甲殻類、小魚、誤解などを捕食する。足が長い分、干潟などの浅瀬で競合するサギや他の。 死ぎ地ドリルよりも深い場所にまで足を伸ばすことができる。採食中に首に振りながら歩く。海水域で捕食した後には、淡水域で水浴びを行う。日本での繁殖時期は4の6月で、水際の見通しの良い場所に枯れ草などを重ねて、映像し4、卵を産む。放卵は、私有共同で行い、放卵日数は26から27日。映像地が、 気象の影響を受けやすく、また外敵からの捕食も多いことから、卵の孵化率は2割弱と言われている。ヒナは創生性で、ヒナは孵化後すぐに巣の外に出て自力で餌を探す。親鳥はヒナを外敵から保護するが、救助や餌の取り方の教示は行わない。メスの半分ほどは、育数の途中で、オスとヒナを残し繁殖地を離れてしまうが、 その場合は残されたオスがヒナの世話を続ける。ヒナは孵化後26日ほどで飛べるようになる。鳴き声は、ビューイ、繁殖期や、警戒時には高く鋭い声で、ケレ、ケレ、ケレ、飛び立つ時には澄んだ、細い声で、ピピ。セタカシギ族は、チドリモク、セ目、タクシギカの一族、以下の種に分類されている。セタカシギの足として分類されていたものが、 独立種に分離されている。黒製高しぎを除いた種は、腹部の白と背面の黒ないし灰色は共通するが、頭部などに外見上の違いがある。黒製高しぎは、全体に黒くたの種と色柄が大きく異なる。国際自然保護連合により、2004年からレッドリストの軽度懸念の指定を受けている。倉庫体数は45万から78万と推定されていて、 個体数は増加傾向にある。日中渡り鳥保護協定指定種。日本では環境省により、レッドリストの絶滅危惧通類の指定を受けている。絶滅危惧通類また、以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。奈良県などで定着が確認されている、外来種の黒エリセータカシギとの交雑が危惧されている。ありがとうございます。